大館カントリークラブは、秋田県大館市にあるゴルフ場である。1955年代、秋田県の大館地方は、黒子ブームにより、日本工業株式会社、童話工業株式会社、三菱金属工業株式会社などの企業が、進出し経済は、活発だった。それら企業の幹部が東京から来るたびに、ゴルフ場はないのか、大館にもゴルフ場をという声が高まっていった。 1961年9月、秋田カントリークラブが9ホールのゴルフ場を開場させた。その頃、大館では日本工業社迦内鉱山の敷地内に1ホールの両端を2グリーンにしたゴルフコースを作りプレイしていた者がいた、所長の坂崎秀夫である。1962年、大館に初めてのゴルフショップ、山城運動具店を 山城優作が開店し、プライベートコンペ、山城囲が発足された。そのリーダーだったのが、緑川大二郎と山城優作である。ゴルフ場の建設用地を選んだのは、緑川で大立市内害朝鮮電磁横沢に決定した。比内地域は、戦時中は、万毛開拓青少年義勇軍のグライダー訓練場で、日林兵舎横沢滑走道場などがあった。 建設候補地は、その他、岩手県に近いお湯の黒森山山6も上がっていた。1967年12月、新たなゴルフ場の建設に向けて、経営母体、大館観光開発株式会社を設立した。1968年10月1日、コース設計を木村直文と高橋明の二人に依頼し、造成工事が着工され、インコース9ホールが完成し、 開場された。1968年5月、ゴルフ場に来訪した、陳清派プロから、100ヤード前後のパー3は避けるべき、との助言を受けた。その後、1975年9月1日、コース設計をマルモの部活に依頼し、増設のアウトコース9ホールが完成し、18ホール、6686ヤード、パー72規模のゴルフ場が完成された。 郵便番号018-5701秋田県大館市市内朝鮮電磁横沢128-1ありがとうございます。